止まれ、人間よ。何時らはこの地で運命の探求を許可す。ほう、何時らはそれでも謁見を必要。いいだろう。ならば何時らに運命の試練。凶暴斬滅。判決を下す。カム。ボングドム。これ。凶暴斬滅。裁きを受け。先ほどのは一体何者だ。なんと完璧な生命。あの身に漂う計り知れないオール。よくあのような存在を任すことができたものだ。先に進むとしよう。ますます好奇心。ここが終点のようだな。生命なぜひれ伏さない。恐怖と未知からか。生命なぜひれ伏さない。私は神だ。在業から生まれたまだ無垢な花。その開墾を一切抑える必要はない。超越せし存在となる。私は時の終点で涙をこぼす。あ、今あれを見た瞬間、心にある感情が一斉に静まった。ああ、今はかなり気分がいい。むしろ、そうなのか。わか。カリベルト、よかった。ここは変わりないようだ。私は薄々感じた。私が心臓を礼拝したくないと強く。君の話によると、私、君が何を言おうと、カリベルト、
カリベルト、なんということだ。これは見たか、効果が。ママは？ママは、うん、カリベルト、今はどんな感じだ？うん、長い間眠ってたような気がする。僕、ねえ。いいか、落ち着くんだ息子よ。この世界にはもうカーン・ルイヤも私たちの家もない。それから君はその小さな怪獣の姿で。僕は。そんなことはない。何を言っているんだ、カリベルト。ほーら。そうなんだ。そうだとも。目が覚めたばか。ああそうだ、何があろうとその仮面を覚えたかい？うん、パパ。あの日以降、今日ほど喜んだことはない。このような、ふん、七神が当てにならないことなど知っていた。加害者。そう、奴らはいつまでも加害者なんだ。それに比べ、私たちが、あの神秘的な力。ああ、そう、神へ祈る時の作法はあまり心得ていなくてな。罪人だと、まったく、な、あの神の力、君も見たはずだ。七神があれほどの奇跡をもたらすことができるか。まあよい、今すぐにでもガンほどきに行かねば。君はついてこなくとも結構だ。